こんにちは、めいめいひまりよ。こんにちは、春日部つむぎです。このチャンネルでは競馬の予想をしていきます。今回の動画の内容はこちら。では始めていきましょう。今回は何のレースの予想をしていくの？今回は2023年1月29日開催のシルクロードステークスの予想をしていきます。どんなレースなのかしら？中京競馬場開催の芝で行われる 1200m のレースです。 G3 で4歳以上限定のハンデ戦なので、ポイントはあるのかしら？ハンデ戦ということで、負担重量が一番重い馬で 59kg、 一番軽い馬で 53kg と 6kg の差があります。負担重量の軽さから好成績を残す可能性があるので、実績がない馬にも気をつける必要があると思います。あとは中京競馬場は最後の直線が長いので、差しや追い込みが決まりやすいと思います。負担重量にも気をつけながら、後方からのレースを得意とする馬を探しましょう。そうですね、これを参考に今回も5頭を選んでいきます。今回はどんな馬が出走するのかしら？早速出走馬と騎手を確認していきましょう。今回は15頭出走します。今回はどの馬を本命にするのかしら？8番のマットクールを本命にしたいと思います。どうしてマットクールにしたのかしら？マットクールは直近4レースは全て1着になっています。特に前走、前々走は今回と同じ中京競馬場の 1200m のレースです。4歳馬で比較的若いし、負担重量も重すぎるわけじゃないので、ただ重賞に出走した経験がないのは不安で、他に気になっている馬はいるのかしら？他には2番ナムラクレア、5番シゲルピンクルビー、14番インマーベル、15番とシンバカオが気になっています。どうしてその4頭が気になったのかしら？2番ナムラクレアは前走のスプリンターズステークスでは5着になっていますが、去年の桜花賞で3着になっているので選びました。14番インマーベルも G1 で3着以内に入っているし、似たような理由かしら？そうですね、ウインマーベルは前走スプリンターステークスで2着に入ったのに加え、直近4レースは全て3着以内に入っているので選びました。この馬も4歳と若いけど、負担重量が 59kg で出走馬の中で一番重いわね。13番キルロードも G1 の高松の宮記念で3着になっているけど、どうして外したの？キルロードは去年の高松の宮記念で3着に入っているのに加え、前走は G3 の京阪杯で2着に入っていますが、8歳と高齢ですし、負担重量も 58kg で比較的重いので予想から外すことにしました。反対にシゲルピンクルビーは5歳と比較的若く、負担重量も 55kg でこの中では軽いので選んだのね。そうですね、シゲルピンクルビーは中京競馬場の 1200m のレースで1着になった経験もあります。それでいうと6番レイハリア、11番テイエムスパーダも負担重量が軽いけど、どうして予想には入れないの？レイハリアは直近4レースで3着以内に入っていないので外しました。テイエムスパーダは負担重量も軽いですし、去年の CBC 賞で1着になっていますが、中京競馬場での実績がないので外しました。正直シゲルピンクルビーと入れ替えるか悩んでいます。当新マカオはどうして予想に入れたのかしら？当新マカオは直近4レースで2回1着になっています。特に前走は G3 の京阪杯で1着になっているので選びました。湘南バニラも直近4レースで2回3着以内に入っているけど、出走間隔が短いから外したのかしら？その通りです、湘南バニラの他にカイザーメランジェも出走間隔が短いので今回は来ないと思います。まとめるとこんな感じね。これを見ると選ばなかったシャインガーネット、エイティーンガール、マリアーズハートは不安要素が多いわけでもないのね。出走間隔の短い2頭は今回外します。気になっている馬は分かったわ。それで今回はどんなレース展開になると思うの？ではレース展開の予想もしていきましょう。スタート直後に8番マットクール、11番テイエムスパーダ、13番キルロードが逃げると思います。その3頭は逃げると思うけど、中段の馬はどうなるの？どうなるかは分かりませんが、内枠の馬がいい位置につきやすいと思います。そして最後尾に4番エイティーンガール、7番マリアズハートが来ると思います。1200m と距離も短いですし、
早いペースのレースになったら逃げ場がこのまま逃げ切れると思います。ペースの遅いレース展開になれば最後の直線が長いので後方の馬が追い上げてくるかもしれません。 1200m で短いしあんまり関係ないんじゃない？確かに関係ないかもしれませんね。個人的には最後の直線で差しに来る馬が好きです。今回大きく距離の変更があった馬がいないから距離変更で力を発揮できない馬はいなさそうね。ところで今回買い目はどうするのかしら？今回もいつも通り気になっている5等で3連複にします。5等の3連複ボックスで10通りですね。私もいつも通り3連単に挑戦するわ。2番ナムラクレアと8番マットクールを1着にして23着は気になっている馬で全通りにするわ。最近2人とも当たっていないから買い目を変えることも考えています。2等は当たってるけど1等外れてることが多いですね。そりゃ出走馬の3分の1の馬を選んでたら2等くらい来るでしょう。買い目変えたらもう少し馬を絞る必要があるわね。確かに3分の1は多いかもしれませんね。逆によくそんなに外せるわね。辛辣ですね。おすすめの買い目があればコメント欄で教えてください。ではシルクロードステークスの予想はこの辺にしようかしら。そうですね、次に行きましょう。ところで先週のアメリカジョッキークラブカップはどうだったの？前回のレースの結果を振り返っていきましょう。前回の予想が気になった方は概要欄から。まずは私たちの買い目を確認していきます。レース結果はどうなったのかしら？レース結果はこうなりました。1着4番ノースブリッジ、2着9番エヒト、3着6番ユーバーレーデン。2人ともハズレだったわね。ユーバーレーデンが来るとは思わなかったわね。最近調子が悪くても2021年のオークスで1着になった馬ですからね。本命の10番ガイアフォースは5着でした。ギリギリ掲示板内ね。7番スタッドリーは6着、11番エピファニーは11着だったわ。次こそは当たるといいですね。最近外れてばっかりだけど回収率はどうなってるのかしら？現在の回収率はこのようになっています。アメリカジョッキークラブカップが外れだったのでまた回収率は下がっていますね。着々と赤字を拡大しているわね。本当にこのままだと回収率 0% になっちゃいそうですね。このままどこまで下がるのか見ものね。誰か当たる馬券の買い方を教えてください。では今回の動画はこの辺にしようかしら。そうですね、シルクロードステークスは当たるといいな。次回予告、中京競馬場開催のシルクロードステークス、本命は8番マットクール。今回 1200m で短い、下がり続ける回収率、赤字が続くことだけは避けたい。誰かはない買い方を教えてくれ。時間あったらネギシステークスの予想も出します。ところで来週のレースの予想はどうする？次回東京新聞杯、また来週。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。